今回のクルーズ船ダイヤモンドプリンセスは日本で作られ、日本を中心にクルーズしています。ですから船客は日本人ばかりと思っていたのですが、日本人1500人に対してオーストラリア560人、イギリス人260人など外国人が1200人も乗っていました。このため船内は日本語のアナウンスと英語のアナウンスがあったりして、さながら海外旅行の雰囲気でした。船は夜のうちに横浜港に着いていました。パイロットがこの船を先導しています。デッキにはバンコク旗がはためいています。展望食堂で最後の朝食です。いよいよ下船です。いつものことながら感無量です。この船はこの日の午後4時に韓国の釜山に向けて出港のようです。